アトリエ小磯良平は、日本の昭和期に活躍した洋画家である。肖像が、特に群像を多く手掛けたことで知られる。1903年、旧三田藩の旧家で貿易に携わっていた岸上家の八人、兄弟姉妹の次男として、神戸市神戸の中山手通に生まれた。兵庫県立第二神戸中学校では、竹中薫と同級で、生涯の親友だった。 東京美術学校西洋画家に進み、井の熊玄一郎、岡田健造、大石隆のらの同級生と画家を並べる。在学中の1925年に、兄弟が定点入選。1926年、T ・ジョーの像が定点特性を果たす。主席で卒業後の1928年、フランスに留学。ルーブル美術館のパオロ・ベロネーゼ、金の婚礼に衝撃を受け。 群像表現を極めることを生涯のテーマとする。帰国後の1936年、新政作派協会の結成に加わる。1938年から1年間、藤田津愚と共に、陸軍省食卓の身分で、従軍画家として、中国に渡り、帰国後戦争画を制作した。1941年に、群像画の傑作、上司関を行くと、 生涯を相次いで発表する。両平自身は群像を描くため精力的に戦争画に取り組んだが、戦後は画集に収録しなかった。戦意公用のために戦争画を描いてしまったことに心が痛む、と万年に語っている。戦後は東京芸術、1992年に創設された小磯両平隊商店は国内最高賞金の公募店として知られている。 1933年に神戸でキリスト教の洗礼を受けており、1970年には日本聖書協会の依頼により32点の聖書の挿絵を完成させた。その他、1941年出版の東京発景の想定や1947年に制定された兵庫県民化学府の表紙画を手掛けている。1988年12月16日、 肺炎のため、神戸市東灘区の江南病院で死去した。去年85。かねて生前に、両兵が、繊維公用のために戦争画を描いてしまったことが、心が痛むと述べていたことは知られていたが、資料としては残っていなかった。しかし2007年8月15日にそのことを示す。文書が発見されたと神戸市立、小磯記念美術館が発表した。いずれも洋画家。 うちだいに宛てた手紙で封書が35通、はがきが3通発見され、そのうちの1つに戦争画に対する言及がされていた。同博物館によれば、両平の次女が自宅で発見し、それを同博物館へ8月8日に寄贈したものとしている。これらの手紙は、同博物館において、同年9月15日から11月18日までの間、開館15周年特別展。 藤島武次と小磯良平店洋画アカデミズムを担った指定で公開された。1935年作の日本神の娘は同年に東京で開催された展覧会に出品されて以来長い間行方不明となっていた。所有していた韓国の韓国国立中央博物館が2005年に公開したが当時はそれが所在が不明とされていた作品であると 認識されず、2008年11月になってようやく、幻の作品が発見されたと報じられた。11月18日から、翌年の2009年10月まで同館で開催される、日本近代西洋合点にて公開される。同作品は、朝鮮王朝の利用家が1937年に購入していた。武田薬品工業の機関紙、武田薬法の表紙に、 1955年から約13年間薬用植物画を描き続けた。1971年に薬学博士、刈込達夫の解説をつけ、薬用植物画府として刊行された。兵庫県立美術館、小磯良平記念室、小磯記念美術館公式サイト、祝、新憲法ゆくては、明るし、幻の兵庫県民家。神戸新聞。 オリジナルの2015年4月29日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20150429160947/.http:/www.kob-np. トー CO.jp スラッシュニュースラッシュスラッシュ s h a k a i スラッシュ2零一五零一スラッシュ 0007625977.shtml 2零一五年一月9日閲覧小磯良平東京文化財研究所 h p 二千十九年三月十一日閲覧このニュースは終戦の日かその翌日に報道されたので大きな話題となった不明の絵 日本神の娘、発見、小磯作品2019年11月12日、閲覧。所在不明の小磯良平、日本神の娘、韓国中央博物館で、発見2008年11月14日、閲覧。小磯良平作品、日本神の娘を発見韓国2008年11月14日、閲覧。小磯良平の描いた、薬用植物が神戸シリーズ。 小磯記念美術館、平成7年、朝日新聞1942年4月14日、長官、3ページ。ありがとうございます。